今やっぱりこのまん延防止等重点措置、これを解除できる状況にはないなというのが正直な実感であります。そんな中で今日国の方で神奈川県これまん延防止等重点措置の4月11日までの延長といったことを、決められたといったことであります。これは、今の感染状況から見ればやむを得ないことかなというふうに思っています。政府の方からは20時までの時短営業も継続、酒類に関しては19時までは OK だと。現状では酒類の提供を一切禁止をしていますので、それからすれば酒類に関しては若干の緩和ということになるとは思います。酒類が延長、酒類は OK となったとしてもですね、同じまん延防止重点措置の中でも途中から停止するといったこともできるんだといったことを、政府の方でも決めておられるようですから、そういったことも参考にしながら我々どう対応するかを決めていきたいというふうに思います。